皆さん、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。え、インフレについてお話をしていきたいと思います。私としては、150年間で、1回目、2回目、3回目、4回目、5回目のインフレが今始まろうとしていると思います。え、投資がね、20歳から90歳ぐらいまで投資ができるとすると、 ま、30年ぐらいのサイクルが物価にあるとすれば、まあ、人生でま、2回ぐらいしかこの物価が上がるっていうことによってのメリット、デメリットっていうのは経験なかなかできないんですね。それがどうもここから15年前後ぐらいはもの全体が上がっていきやすい時間帯に入っていると思います。まあ、理由としてはこういう理由もあるってことですね。え、2010年代に 生産年齢人口、15歳から64歳の人口がピークをつけ、これからは、労働者が減り、需要者、まあ退職者の方が増えていくことによって、まあ受給バランスが狂うという考え方があるみたいです。あの、作る側が減って、欲しい、買ったり利用する側が増えるっていうような意味なんですね。はい。ということで、その一番物が上がるときに上がりやすいのが、 金価格でして、これはドル建ての金価格なんですが、250ドルぐらいから1923ドルまで8倍近く大きく上がった第1回目。で、今は2015年年末の1045ドルから第2回目の大きな上げ方が始まっていると思っています。 私は、ドル建ての金価格が8000ドルへ向かっていくと考えておりますので、まあ、それに比べると、まだ今、1848ドルぐらいですので、まあ、ブレながらですね、上がっていくんじゃないでしょうか。と言いながら、もう高値まであと一歩ですよね。ちなみに、アメリカの CPI、消費者物価上昇率が3%上がっていると、 え、金の投資のパフォーマンスは年間15%ぐらい得られるっていうことになるみたいですね。ぜひあの、ちょっと、ここから来年、再来年に向けて、物価が上がりやすいタイミングですので、まあ、金の保有割合を、金融資産100に対して2割ぐらい金、または金貨をお持ちになられるといいと思いますね。ちなみに、我々の国の円建ての金の ETF は、 銘柄コード1540番は、これ前からずーっとこの線書いてるんですけど、離れると近づき、離れると近づき、離れると近づき、離れて近づきますよってお話をしてたら、ぴったり近づいてきて、今その通りになってますよね。はい。また今度は上に行きすぎて、また近寄ってきたりします。これも円ベースでの過去最高値にあと200円ちょっとなので、 うん、ずっとこういう展開が5年7年続いていくんじゃないでしょうか。円ベースでも4倍ぐらいに今からなると考えております。ぜひあの、本編もうちょっと詳しくいろいろお話をしておりますので、一度覗いてみていただけるといいんじゃないでしょうか。えー、引き続きご視聴のほどよろしくお願いします。